亀に塩を入れながら白菜を山と積んでおもしを乗せると2から3週間でおもしが亀の中へ自然に沈む。山菜は通常中国東北部で白菜から作る陶器用の漬物である。講義には中国の他の地域でも作られる他の野菜を用いた漬物を言う場合もある。山菜は通常スワン菜と読み。 中国東北部で白菜を晩秋に亀につけて自然発酵させて陶器に主に鍋料理の材料として用いる漬物のことである中国東北部での山菜の作り方はこれは日本の野沢菜漬けなどの作り方とよく似ているドイツのザウアークラウトも多少作り方が似ている山菜の古漬けを好む人もいて生命説の山菜が一番美味しいという人もいる 豚肉とその他も入れて鍋で煮る料理は山菜を使った典型的な料理。山菜はそのまま食べることはなく、主に鍋料理のベースとして使う。山菜骨付き豚肉鍋は骨付き豚肉をお湯で煮て油を取り除き、これと山菜、その他を鍋に入れて煮て多少の塩で味付けをしてみんなで鍋を囲んで食べる。山菜柿鍋は山菜と柿。 その他を鍋に入れて煮て、多少の塩で味付けをして、みんなで鍋を囲んで食べる。大根を縦に半分に割ったものを白菜と一緒に漬ける人もいて、大根山菜は細かく包丁で切って、油で炒めて、そのまま健康食のような感じで食べる。講義には、中国の他の地域でも作られる、他の野菜を用いて、軽く自然発酵させた漬物を言う場合もある。ありがとうございます。